ャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルのしろとこうです。ということで本日はこちら、ワンピースカードゲーム頂上決戦ワンボックスカイズ。いやもうマジで手に入ったのがもう奇跡と言っていいレベルの人気のボックス、社会現象で、これもうパックとしてはもう2段なんですけど、その1段っていうか始まった当初、こう下川もやらないんですか、ワンピースカードやってほしいみたいな感じで言われて、でその時にいやワンピースうちらそんな分からんからな、ちょっとやらんのちゃうかなみたいな風に言ってたんですけど、まんまとハマっております。でももうほんまにパックとかは、まあ、てかスタートデッキ持ってないんですよ。でも最近この発売したこの黒の海軍のスタートデッキと、あともうカードショップに売ってたこの構築済みのデッキを2つ買って、もそれだけで遊んでるみたいな感じやから、パックは抜いたことないのも初なんですよ。でしかもなんでこのパックがそんなに人気なのかっていうと、エースですわな、あのルフィのお兄ちゃんの秘剣のエースのスーパーパラレルっていうのがあって、それが今の段階で30万てるとこもあると。でしかもこのあのね、表紙に書いてある白ひげとか、あの赤犬とか、この海軍とかが勢ぞろいしたこの奇跡の頂上決戦、本日は開けていきたいと思います。じゃあ早速開けていく前に、まずレアリティがコモン、アンコモン、レア、スーパーレアでリーダーカードで、これが基本のレアリティで、あと箱にまあ1枚か入ってるかなっていう枠で、パラレル、シークレット、シークレットパラレル、スーパーパラレルっていう、でこのスーパーパラレルっていうのにエースが、漫画背景で、そうだね、あの大事な大事なシーンね。でこれ1ボックスに24パック入りで、後ろ一番後ろだけ真っ白で、これがボックス購入特典で、絶対に1枚パラレルが、まあ何かしらが入ってますよと。じゃあこっちから開けますか。ハンコックとか入ってるらしい。もう初パック開封だからね、言うたらいきます。1枚はい、あー、ミノコアラ極卒獣で、あとこれね、まあ、ちょっと他者になるんですけども、デュエマにもめちゃめちゃ似てるんですよね、まあ、デュエマエボルブのいいとこ取りみたいな感じで、 まずこのこっちの数字にあるのが、まあ、コストですよね。もうほんまになんかマナみたいなドンカードって言うんですけど、それがあって、でこっちにあるのが、まあ、パワーラインで、しかもこのミノコアラなんとブロッカー持ちです。いやもうブロッカー、トリガー、スピードアタッカーで、あのタップアンタップみたいな、そういう概念とかもあって、あとシールドみたいなやつもあるんですよ。だからデュエマ勢はもう多分すぐできるんじゃないかな、かなり始めやすいと思います。ということで、いきますって頂上決戦。パラパックですら買えない。そうやで、ほんまに回ったわコンビニ。じゃあいきます、1パック、じゃん、あー、ドミノで、後ろがアトモス、はい、あー、トラファルガーロー、わー、フィルムバージョン、すみません、あの声優神谷博士やらせていただいております。で後ろがで、こう見る海軍、はい、おー、ウニグモ海軍、はい、あー、バギーのレア囚人服やから、インペルダウン、そっかそっか、あの時回ってた時の。で後ろがじゃん、ドン、これが自動で溜まってくマナみたいな感じなんですよね。いや、ドンカードを抜いてカードが6枚入りで、うち1枚はレア以上が確定と。いやもうこれを求めてみんなもカードショップでも頂上決戦やってますから、ほんまに。ってことで2パック目、やかもうこのさっきのレアのとこに、リトローズジュニアエースの友達で、あとデスウィンク、あー、岩様、岩様でスフィンクス、あー、ワノ国で、ここまだ見てないよな。でバーソルミュークマ、はい、おー、会心、白ひげの、あー、技で、後ろがドン。いや、もうこの辺のノーマルとかも全然カードショップにないよな。レアリティ高いのばっかみんな売ってんのか、マジで高いカードばっか並んでても買えるかよ。それも汎用カード買ってんかもね。あ、まあまあそうやね。ブルーボディー、アーモリア、で、フィルムのゾロ、マグラ、はい、バーンディーワールド、サヨレアーク、はい、あー、ボンちゃん、あー、ボンちゃん、ミスター2。ワンピースカードが一覧が始まった時は、まだもううちら、ワンピースの和の字も知らんくて、物語的には。リティア、やのに、あ、クロコダイル、リトローズジュニア、見始めちゃって、なになに、マガタマ、なんか枠すごい、ガチ、犬嵐、はい、あー、コウズ教伝、めっちゃ強いやつ、ターン1回中、3枚レストしたら、アクティブにできる、やばい、アンタップできる、ゴールドーゼン、ゴールド、モルネク、なるほどな。で、これが、まあ、SR ですわな。アニメおもろいやん。となったらカードもやりたくなるやん。でもこのありさまやな。猫回し、ニホーク、ヤマカジ、アドグラ、はい、ホワイティベリー、後ろ、はい、あー、ルフィのフィルム、オグラ、はい、ニューカマーランド、フルボディ、シリアン、カーリ、ダダン、ダダン。で、後ろが、あー、ビスタ、これは強いな、確か。母さんはね、もう頂上決戦見終わってんねんけど、私まだインペルダウンの途中で今ぐるぐるしてるから、でもちょいちょいネタバレされんのよ、このカードで。ソリティア、インペルダウンオールスターズ、もうここよ、まだ岩さんも出てきてないけどね。で、戦闘丸、落葉、はい、あー、四季、エースのあのシーン、デスウィンク、高校生の時みんな泣いてたもん、あー、サッチ、モーリー、はい、あー、コウズキ、トキ、
時ね、で後ろはで、ジョズボルサリーノがさ、あれ大木戸博士やアニメやった声が、大木戸博士の声でめっちゃ怖くてさ、あ、タシギ。タシギね、あの子にゾロのね、幼馴染に顔が似てるんですよね。大富豪。はい。あ、ブルックのフィルム。で、あ、クロコダイル。クロコダイルも。ワノ国ステージ、キングデュー。スモーカーが一番かっこいい。アイスエイジ。クザン。あ、で、エドワード・ニューゲートのリーダーカード。あー、なるほど。これはリーダーカードだから、左上にコストがない。で、リーダーにどんどん攻撃していくみたいな感じじゃないの？で、あ、コビーのレア。ボルサリーもめっちゃ強い。ブルゴリ、ワンダ、リトローズジュニア。できれば海軍引きたい。あ、ウッドフラミンゴ。で、あー、マゼランのリーダーカード。これ所長です。あー、戦国のレア。カワさん今青ドフラミンゴのデッキ使ってんけど、カワさんがドフラミンゴ使ってたらもうまんますぎる。ワンダ、ニューカマーランド。この辺ネタバレですか。キングドゥ、ストロベリー。はい。あー、あのヒドラ、あの所長の技。どうしてテロ。が、ルイやね。パラ。え、これわからん。何レア？パラレルよ。パラレル。めっちゃいい。え、めっ。え、これはアタック時と登場時に自分の手札を2枚捨てることができる。そしたらコスト4以下のキャラを1体まで相手の手札に戻す。その後このキャラはこのターン中ダブルアタックを与える。へぇー、ダブルブレイカー。この枠が出たってことはもしかしたら、あ、もうエースは出ない可能性は、わ、わからへん。あのパッと吹いたことないからわからへんけど、ミノコアラ。はい。あー、地獄の審判。だからもう今まさに見てるから個人的には、え、ちょっと待って、ちょっと待って、これさ、一番後ろ今までドンってこのなんか広告みたいな感じだったんけど、後ろ違うんですけど、わからへん。ベノムロード、インペルダウンのカードテンション上がるな。ニューカマーランド、すごいイベントだらけで、こう見る、はい、唐草瓦聖剣、ジンベの技で、後ろはジョン。おー、ミスタースリー。おー、ローで、まさにこのいろいろ鍵とか作ってくれんね、このローでな。もう最初の方も出てくるんです。で、後ろがはい、おー、シャンクスのドン。そういうことか。戦争を終わらせに来た。いや、これだけは知ってます。もっと早く来い。お前がもっと早く来てたらエース助かってたんちゃうんか。グレソンシュート。え、はい。アーマスクとデュースのレアとドン。ダズ。あ、そう、ミスターワン。イスカ。なんかおんねんな。あー、シリュウ。サルデス。サルデス。ダグラス・バレット。はい。おお、白ひげ。おお、エドワード・ニューゲートの普通のエースあるかな。俺の親父は白ひげ一人だ。いいですよ。古川どうしようやった今完全に。トニートニーチャッパーのフィルム。あー、ハンコック。うわー、エロい。で、ハンニャバル。え、ゾロ、何その光り方。はい。ツル。何、おー、ポートラスティエース。エースの SR やん。パラレルではないけど、登場時相手のキャラ2体までをこのターン中パワーマイナス3000。その後自分のリーダーが白ひげ海賊団を含む特徴を持つ場合、このキャラはターン中速攻へ、スピードアタッカーない。エセ、バグワーク、ディサウロ、アマキノさん。はい。ヒナ、フランキーのフィルム、ミノタ、うん、光り方違う。ミノタウロス。おお、クザイの SR。通称青木ジェイマー CV 小安武人ですね。登場時カードを1枚引く。アタック時に相手のキャラ1枚まではこのターン中コストマイナス4。海軍コストを下げて除去れるっていう。あんねんな。そう、あんねん。だからこの海軍の3大将やな。あの赤犬とキザル。もう SR も一番下のレアリティなわけですよ。だからもうそのデッキ組むのが大変。矢野にパックは打ってない。外なんですか、ほんまに。ニコロビン。はい。あ、金エモン。これは強い。後ろが、あ、キャロットのレア。白ひげ海賊団。はい。あ、スクワード。バカの息子や。お前、お前が刺さなければやめてくれ。で、後ろがじゃん。あ、ガープ。モンキー。おお。ルフィのおじいちゃんです。じゃあ行くで。ラストパック。もしかしたらここにエースのスーパーパラレル入ってるかもしれへんから。いや、もうルフィ出たやともエースも出さな。もうエース助けに行かないとあかんから今から。いや、感じ。さあ。え、こまむし。え、でも光り方もさ。何何何？ベルメール。はい。サンジのリーダー。サンジかっこいい。サンジかっこいい。で、後ろ。リアじゃないやろ、それ。はい。あ、ゴムゴムの雨。ドド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 ってなるやつや。イベントのレア。いざ！インペルダウンオールスター良すぎるな、これ。どこにクロコダイルおったの？ということで、ワンピースカードゲームは頂上決戦ワンボックス開けた結果、まず SR 枠がおでん、白ひげ、エースで青キジ。パラレル枠でインペルダウンのアオルフィード。パラレル枠が出てくれました。もっと昔してくれ。マジで。まあ人気なんでね、なかなかちょっとパックとか剥くことできないんですけど、まあ大人の力でね、あのデッキはなんとか組むことできたんで、また体勢の方もね、あの上げれたらと思っておりますので、そちらの方もぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日のシモーカーチャンネルでした。
転売屋怖い見てない大木田博士ができひんのにこれができるわけがない